今日は若千香広場ということで3回目です。来させていただきました、こうしてねいつも呼んでいただけて本当に嬉しいなと思ってるんですけども、よく考えたら今日前にあれないんだよね。鎖はない。こうなんかこう前にさこうちょっと敷居みたいなのがあったじゃないですか。そうあったんですよ。ここがちょっとね、はい、今すごいみんなこう見晴らしがいいと思うんですけど、はい、ちょっと境目があるようなね感じあったんですけど、よく考えたらないから、こうみんなの境目が取れてね。境目が取れて、なんか距離がさらにねこの若千香広場縮まった感じが、すごく嬉しいなと個人的に思ってることに気づきました。ますますホームのように感じますよね。ねちゃダメよ。家っぽいからねちゃダメよ。そうなんです。そんなクレッセントの花は男女ユニットとして、活動していまして、今年の11月で結成6年を、迎えるんですけれども、先ほどもね少しお話ししましたが、その結成日の前日になります。11月4日の土曜日に、今年もですねアムホールでワンマンライブをさせていただきます。ありがとうございます。去年はね5周年という節目だったので、大きな会場に挑戦しようということで ね挑んだアムホールだったんですけども、今年はないかとか言ってましたけどね。そう今年はないかなとか思ったんですけど、でもやっぱり、常に目標は高く、去年のワンマンよりもっとたくさんの方とワンマンを作れたらなということで同じ会場を選びました。同じ会場だけどあの時とは違う、またねあの時いたメンバープラス新しい仲間も加えてライブができたらなと思ってね、毎月本当にたくさんライブしてるので、多分今言っても愛花も忘れるわ、みんなもそんないっぺんに覚えられへんと思うからさ、よかったら SNS ぜひねチェックしてほしいなと思ってます。来週も本当ライブがたくさんで、はい、水土日とねもうライブがあります。土日はね万博公園カレーエキスポと呼んでさせて、そうもらいます。で日曜日はね愛花ソロなんですけども、はい、またまたさきさんにお世話になりまして、はい、枚方の方に今回行きます。枚方のビオルネさんですね。はい、素敵な女性アーティスト揃ってるんで、今回男性いないんですよ。今日一人ちょっと混じってるやん男の人。僕もね現場がね女性ばっかりなんで、うん、もうついね自分が何女性かなと思ってる。そうね本当に本当に今回聞くけど、ほらピンクのいい感じのピンクで、確かにちょっと髪の毛もゆるくパーマ当たってるしね。あんまり関係ないでしょ。自分で言ってもうちょっとなんか反応返してよ。一生懸命可愛い方向に持っていこうって今頑張ったの。そうね、そのプリティ西岡もぜひ覚えてもらえたらと思うんですけども、はい、来週もねたくさんイベントあるのでぜひ遊びに来てください。そして実は、急遽なんですけれどもゴールデンウィーク、ゴールデンウィークは5月2日から7日まで、はい、6日連続ライブということで、そうなんです、はあ、史上初の6デイズライブがあるんですけれども、そうなんです。でもその5月5日、はい、皆さん子供の日やと思ってると思うんですよ。今年は違うんですよ。違うんですか。子供の日は子供の日やねんけど愛花の日っていうのができまして、あ愛花って子供の日ですよね。愛花っていうね、愛花っていう子供が愛花フロムクレッセントの花として実は、心斎橋難波ですね、はい、難波の方にあるファンタジスタさんという会場で単独ライブをすることが決まりました。嬉しいことに、はい、クレッセントの花の娘みたいなもんですよ。あ、そういう立ち位置じゃないかって、ね、で子供の日で、あ、そうか、そうか、じゃあクレッセントの花の子供の私が頑張って独り立ちする日なので、もしよかったらですね5月5日、はい、ぜひ夜なので、夜じゃない、嘘ついた、夕方なので、はい、はい、遊びに来てもらえたらなと思います。はい、ありますね、はい、いっぱいありますのでぜひ遊びに来てください。いっぱい、もういっぱいあるから、もう分からないかも、ね、みんなで、ね、とりあえず SNS をぜひ見てもらえたら嬉しいなと思います。もう次で最後やで、クレッセントの花、ちょっと足りんかったちょっと足りんかったさっきもっと大きかった、さっきもっと大きかったもん、うん、聞いてたよ、エコちゃん次でクレッセントの花最後の曲になります。